はい、どうも、社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、本日やっていきたいこととしましては、借金返済になります。もうそのまんまなんだけど、今日はね、株で儲けたお金で借金を一気に返済していきたいと思います。90ベルとか100ベルで買った株が、400ベルとか500ベルとかで売れるわけですからね。やばくないか。4倍から5倍に変わるわけなんで、やっぱ今作も株が最強だなと思いました。まあなんだかんだで、まあ他の島の特産物であったりとか、あとは金のなる木とかね、あと岩叩いたりとかいろいろしてたんですけど、やっぱ株に勝るものないっすよ。原資が100万ぐらいになったら絶対ね、皆さん株やった方がいいと思います。ただ株でなんとか失敗してるからな。ちなみに今僕の家には腐った株が結構あります。何株ぐらいあるんだろうな。売りそびれたものとかちょっとね、いろいろあって腐らしちゃった株が割とあるんですよ。今作ってさ、腐った株を家の前とかに置いてたらアリとか湧くんでしたっけ。ちょっとねまだ確認できてないんですけど、腐った株があるからちょっと家の前に出しておこうかな。アリまだ捕まえてないんですよね。はい、まあそういったところで早速やっていきたいわけなんですけど、125万ベルですね。ローンで125万ベルってなかなか高いっすよね。いやー125か。まあそれで2階建てできるんであれば、まあまあまあ別にいいんじゃないかな。さあということで、ちょっとタヌポート行きましょうか。早速借金を返済していきたいと思います。で ATM やな。125万ってなかなかの値段っすよね。さあ所持金ねえよ。所持金ねえわ。預金から返済しましょうか。おっしゃー、ローン全部払い終えたということで、やっぱ時代は株の世の中っすよ。皆さん株やりましょう。うん、やっぱ株がね一番なんですよ。だってさ、株価400ベルとか500ベル見た時テンションめっちゃ上がるもん。うわーみたいな感じで、ね、こんな感じになりますからね。わかります、この気持ち。ギャンブラーならおそらくねわかるかと思うんですよ、この気持ちは。はい、ということで、とりあえず地下室かな。次は2階建て終わったら地下室になるはずなので、タヌ吉に喋りかけていきたいと思います。さあ地下室はどれぐらいなんだろう今作。まあ、言っても地下室はそんな高い印象ないから、200万ベルぐらいかな。200万って十分高いか。さすがに300万とかいかないと思うんだよね。多分200万ぐらいじゃないですか。地下室やな次は。でなんぼぐらいなんや。値段タヌ吉教えてくれ。俺の予想は200万ベルぐらい。それ以上高くなったらさ、ちょっときついでしょ本当に。株やらないとさ絶対無理なんだけど、こんなちまちまやってても。だってタランチュラの島さ10回行かないといけないからね。それでも200万ベルだったら。はい、マイホームについての相談だもんね。どういった相談だのも。おい、増築に決まってんじゃねえかタヌ吉、分かってんだろう。さあなんぼや。社畜さんの経済力なら問題ないって俺の貯金知ってるんか。しかも約250万ベルだとやばすぎじゃないか。250万、高すぎへん。地下室作るだけでぼったくりやないか。まあそんなぐらいするのかもしれないんだけど、超高えよ本当に。ちょっと待って、本当にビビるんだけど。はい、ってことで本日もあつ森やっていきたいと思います。でやっていきたいわけなんですけど、今ねタヌ吉の借金を減らすパートやっておりまして、で今日で多分ラストかな。250万ベルに今なるんですけど、その返済をね本日はしていきたいと思います。250万ってクソ高いよなほんとな。しずえさん君もそう思うでしょ。しずえさん本当にタヌ吉に言っといてよ。お前ぼったくりだろうこの野郎みたいな。高すぎんだよってね、言っといてほんと頼みますよ。まあ言ってもさ自分の意思で増設してるから別にタヌ吉悪くないんだけどね。今そういったところでねやっていきたいわけなんですけど、家の位置もね今日は変えたいと思います。そう家の位置もね変えたいと思いますね。さすがにちょっと案内所の真後ろにあるので、ちょっと通勤時間は確かに短いんですけど、なんかあまりにも近すぎてなんか家の外観が見えなくなってるから、そこも含めてねちょっと移動させていきたいと思います。で250万ベルか。もう本当になんか涼しい顔でタヌ吉行ってくるけどさ、結構きついよ、250万ベルってなかなかめんどくさいからな、その金額稼ぐの。いやーだけどさ、これまた株で一儲けしないとまたすぐ金なくなるぞ。さっきまでさ結構お金あったんだけど、もう一瞬でなくなりかけてんだけど、やべえやばすぎる。まださ家具とかも全然変えてないのにもう残りこんだけか。まあ、株だったら頑張ればすぐね金儲けできるからいいんだけどさ、それでも結構厳しいぜ。はい、ってことでたぬきち終わったぞ、ようやく。褒めてくれ、褒めて。ようやくねたぬきちの呪縛から解放されましたね。借金なしであんな立派なお家に住めて、いや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 、お前が借金背負わしたんでしょ。まあ俺がさ頼むって言ったのもあるけど、ちょっとね足元見すぎじゃないか。あ、リフォーム1日1回で無料なんだ、ありがたい。それはちょっとこれ以上ねお金消費したくないからさ、非常にありがたいですね。あとさ、みんな思ってるかもしれないんだけど、今作の坂と橋高すぎじゃない？一番高いやつで20万ベル超えるでしょ。本当に高えよ。せめてさ一番高いやつで10万ベルぐらいにしてほしいな。ハードルが高えよっていう、まあ株やれっていう話なんだろうけど、株って結構めんどくさいんだぜ、たぬきち。分かってる？その顔で。結構あれめんどくさいからね。しかもね飛び盛りの時は結構簡単だったんですけど、厚盛りの株はねなんかテーブルが変わってんのかなあれ。まあ株ってテーブルあるじゃないですか、なんか変わってる気がするんですよね。ちょっとなんかまだ読めてないところもあるんで何とも言えないところなんですけど、また後日ね株で儲ける講座の動画を出そうと思うので、是非ねまた見ていただければなと。はい、ということでこないだ整地したここに自分の家をね建てていきたいと思います。さあようやく引っ越しですね。てかこんなに簡単に引っ越しできるもんなん？なんか物理法則をガン無視してる気がするんだけど、このゲーム大丈夫か？なんか現実的なのか現実的じゃないのかわからないよね。はい、ということで晴れてね最終形態の家に住むことができるようになりました。いやー今作さ借金返済まで結構時間かかったな。今までさもうちょい早く行けたんだけど結構苦戦しましたね。まあ動画ちょこちょこ撮りながらやってたっていうのもあるんだけど、作業スピードがねちょっと厳しかった。はい、ってことでちょっとね川を埋め立てていきたいと思います。なんで川を埋め立てるかというと、ここら辺一帯を再開発したいと思ってるんですよ。まあ、家を中心にまた再開発するということで、例えば家の横にプールを作ったりとか、あとは家をねなんて言ったらいいんだろう、柵で囲むみたいな、なんか城みたいな感じにしたいんですよね。確かお城風の柵みたいなのもなかったっけ、和風な柵だっけな、ちょっとまだ確認してないんですけど、確かそんなものがあったと思うので、そういったものでちょっとねコーディネートしていきたいと思ってます。まずはですね叩き台を次回の動画で作っていきたいと思います。結構ね時間かかると思いますね。ここら辺一帯を再開発するので、どうなんだろう、明日ってか次回の動画になるんかな、ちょっとわからねえわまだ一応ねため撮りしてやってるつもりなんだけど、動画出す順番で結構バラバラなんでね、僕そう時系列が結構バラバラなのでいつ出すか分かりません。とりあえず家の周辺を柵で囲んで、で二重の柵にしようかなと今のところ考えてますね。で地面を道路工事ツールだっけ、ちょっと名前忘れたわ。それで、まあ、石畳にしてちょっとやっていこうかなと思ってます。でプールか温泉かも迷ってんだよね。まあ、とりあえず温泉かプールを家の横に配置しようかなと思ってるんですけど、どうなんだろうな、プールでもいいし、ただ雰囲気的には温泉とかの方がいいんかな。まだ考えてはないんですけど、とりあえずどっちもね配置して良さそうな方に決めたいと思います。でどこからどこまで柵設けようかな。とりあえずここら辺一帯は柵必要ですよね。まあ、とりあえずどんどんねこんな感じで柵をね立てていきましょう。でちょうどいい雰囲気じゃない？これいいねいいね、柵をどんどん立てていこうぜ。でどうしようかな、結構迷うなこれ。はい、ってことで続きは次回やっていきたいと思います。まだチャンネル登録を済みでない方がおられましたら、是非ねこの機会にチャンネル登録をして次回も見に来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。